お前誰だ。女の子だぜ。未来この匂い。あのいきなりぶっ倒れたんだお前。あなたがマスターさん。おかしいか。いえそうだ、腹減ってないか。よけりゃ食わしてやるよ。できたぞ。いただきます。どうだ、鎧姿で何してたんだ。探してるんです、七つの大罪を。開けろ、村人からの特使を捕らえに来た。おとなしく出てこい。呼んだか。なんだ貴様。俺はこの店のマスターだ。デオリさん、裏から女が逃げました。何、急ぎツイーゴ様に伝えろ。来るな。なんで七つの大罪を探してるんだ。聖騎士たちを。騎士っていや、このリオネスを守る騎士の中の騎士、英雄だろ。出ました。国王は病気で伏せってんじゃねえのか。大変だな。唯一聖騎士たちを止める希望が刻んだ七人の凶悪な大罪人から結成された。受けチリジリになった。で、全員死んでも大罪人なんだろ。現実に人々を苦しめているのは聖騎。父がよく話してくれました。彼らは。ああ雨しろ。通告にあった人間かどうか確かめるのを忘れてよってことでいいかの。あっ、アリオリさん起きてるか。はい。よし、俺が合図した。して、どちらが七つの大罪とおぼしき人物なんて。ではわしも運がいい。その耳飾りの文字、エリザベス王女。エリザベス王女。来たまま捕らえよとのご命令ではありますが、事故死ならば致し方ないでしょう。事故死。よ、両方殺す気だぞ。どうして大罪を探す旅に出て、旅なんてしたことなくて。なのにあなたはどこの誰とも知れない私にこれ以上巻き込みたくないの。メリオダス、それが俺の名前だ。そんな、魔法者だ。一番ヤバいやつなんだよ。獣の、いえドラゴンの。なんだそれは。ハオレの剣。待てよ、貴様の顔には見覚えが。俺が誰だか分かったか。おっとり貴様。あの伝説の七つの大罪、憤怒の恩師、メリオダス。